どうも、ともハッピーです。加藤英宝です。はい、今日はですね、なんと英宝さんにコラボ撮影で東京に来ていただいてて、なのでせっかくのね、この機会を利用してポンポコにドッキリ仕掛けていきたいと思います。はい、ポンポコ宮本ってご存知ですか？全く知りません。まあ、簡単に言うとともハッピーチャンネルのドッキリ仕掛けられる人みたいな感じです。ハレルヤのスタッフでドッキリ仕掛けるっていう回です。よろしくお願いします。わかりました。はい、つまりわかりやすく言うと、はい、芸人のダチョウ倶楽部でいうとこの上島ポジション的な感じのハレルヤの社員。そう、そんな感じです。大変恐縮なんですけど、上島さん、すいません。そうですね、はい、恐縮なんですけど、まあ、その系統で言うとね、そういう系統の、はい、で今日どんなドッキリを仕掛けていくのかと言いますと、まあ、タイトルにもあるんですけど、ハレルヤがね、セラさんに買収されてしまったっていう体でやってみたいと思います。今回はこの撮影、今日いきなり聞かされましたからね。はい、今日思いついたんで長谷部さんも驚きだったんですよ、さっき。そうですね、いきなりこんなことやるって言い出して、で、こっちはこっちで普通の撮影するのかと思ったらドッキリやってますって言われて、はい、今回、仕掛け人は英宝さんと長谷部でね、社長室で2人でね、こう、あ、そうっすね、その説明をしてくっていう、はい、ハレルヤ買収までの経緯とかやってもらおうかなと思ってて、はい、ちょっとうまくできるのかわかんないんですけど、どうなるのか皆さんお楽しみください。僕とマッピーはね、別室に待機して、ポンポコが部屋に入っていってドア閉まったら聞き耳立てるっていう感じでやってみます。というわけで大丈夫ですか？大丈夫です、頑張ります。準備 OK ですか？はい、はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あとは信じて、じゃあ別室で待ちます。どうぞ。あ、お疲れ様です。え、長谷部、説明して。あ、いやいや、ちょっと座って。え、英宝さんじゃないですか？え、大丈夫、状況は把握してる。何がですか？トモハルさんどこですか？あ、もう話したもんし、ちょっと ちょっと事情があってね。え、なんで僕今日呼ばれたんですか？英宝さん、どうしてここにいるんですか？英宝さんじゃねえだろ。いや、英宝さんじゃないですか。動画見ましたよ、面白かったです。社長だよ。え、社長？社長はセラの社長さんですよね、カードショップセラさんの社長さんとね。ん？ん？え、どういうことですか、どういうことですか、まずどういうことこれ。まあまあまあ、そろそろ察しのいい君なら分かってると思うけど。え、何がですか？もうハレルヤはカードショップセラーの傘下に入ったんだよ。え、どういうことですか？そんなの全然聞いてないんですけど。それはもちろん、言ってない。お前が社長？お前が、ポッポコに相手には普通にはいけない。ポッポコだからこそいけるんです。え、ハレルヤは別に、うまくいってそうだったじゃん。いや、それはそうでもなくてね。時計はうまくいってる感じでお願いします。僕が YouTuber に本腰入れるとか、そういうのも前向きな前向き対象で。え、これあれでしょ、ドッキリじゃないですか、これ。いや、ドッキリじゃない。経営権を移っちゃった。なはずに。はい、そうです。ちょ、登記簿見せてくださいよ、登記簿。登記簿なんか必要ないって、もう売っちゃったもん。あいつ、そんなことは知らない。言わないか、言わないか、知らない。登記簿、登記簿ね、すぐ出てこないですよ。一発で出てくるの、経営者と経理だけの話。あいつ出てくるわけないですか。あ、もう、そうなんですね、ちょっとよくわかんないですけど、後で信念さんにも切れます。まあ、こう綺麗にはならないはずだけど、まあちょっと、多分その前に飛び込んでくるまでずっとやっててください。そしたら俺、リハの時点でこんだけ飛び込んでこないダメだろって飛び込んでこないドッキリっていう。めっちゃ面白かったんですけど。あと、じゃあ本番でしょ、ポンポコなんで、もうこれで。
すがにこんなことやったことないですよね。いや、俺もないですよ、と仕掛け人もあるんですけど、ね、でこんな動画撮ると思ってあるんですよ、今日朝言われましたよ。準備してねえけど、この時間来たどうぞ。見てわかる通り、まあちょっと社長が、まあ今ちょっと栄光さんなんで、まあ社長、はい、社長、わかる、はいはい、栄光さん知ってる？いや知ってますよ、セラの、あそうです、セラなんだけど、まあ、ちょっと今アレリアがちょっといろいろあって、まあちょっとセラに買収されるんで、そう、まあ今日いきなり決まったことなんで。はいはい、あのハレルヤとセラが合体して、合体です、はい。今日からはセラヤで行くと。セラヤ、わかりやすい、はいはい、ハレルヤの矢とセラヤを取って、はいはいはい、セラヤで、これもうこれこんな感じですか、サイトの、まあこれはうちの元サイトになるので、もうそれも全部合わせて、セラヤになる。今日、今、サレリアのホームページ、まあ、そうです、ね、あれの作業も最終的に、もう結構前から話は決まってたんだけど、セラヤになるっていう、あ、そのセラヤになるのも合わせた意味での、そう、今日休業、今日、なるほど、これ、俺でいいの、なんか、俺はいいのかな、これ聞いてて、なんか、うん、いや、聞いてもらうために今来てもらうところで、はいはい、長谷部からのちょっと話を今聞いてて、そうですね、もう友春さんはあのもう YouTube 一本で行きたいって、 YouTuber 友ハッピーで行って、もうそれ一本でマジックを支えていくっていうのをもう中心にしたいっていう話で、はいはいはい、でマジックの中でもやっぱり自分の会社を任せられるって言ったらセラっていう話になって、なって、でもう彼はもうとにかく YouTube でやりたい、もう2人でさっき少しそれでいいのかって言ったんだけれど、もう自分は YouTuber だ、もう YouTuber だからもうハレルヤちょっと、じゃあハレルヤってマジック愛は変わらないけれど、もうそれを担うのは俺じゃない、もうそこはセラさんに任せないっていう話だった。急遽、はい、ポンポコが社長室に入ったんで、はい、様子を聞きに行きたいと思います。行きましょう、行きましょう。セラヤになるのを合わせた意味でも、そうか、自分は YouTuber、トムハッピーさんは何をするんですか、これ。YouTube、 もう本当に YouTuber だけにして、そうそう、で、そっち側でマジックを支えていく、まあ、ただ さっきからうちらはもうこれから先のことを話し合おうっていうことで、とりあえず取り急ぎ先に来てもらって、そう、ちょっと俺が呼び出された、あ、そう、まあ動画でちょっと出てもらうから、そのハレリアが合併します、合併、吸収されるんですよ、買収されるわけ、MA、うん、はぁ、ちょっと先に、これめちゃめちゃ急っていうか、もうすごいですね、なんかもう急遽決まったの近くて、まあただ前から
友原さんと自分が結構話をして、いろんなところでマジックのことを語り合って、はい、でそれで最終的にも彼が決めたことだから、よろしくお願いしますってことなのかな、これは、うん、これからもよろしく。あ、はい、はい、お願いします。どう、なんかいきなり聞いてどう思った？びっくりっていうか、なんかどういう流れなのかわかんないよね。そのいや、もうでもそうなんだろうけど、俺なんだみたいな感じはある。なんか天使とじゃあハレリア君文字合体する感じなんですか？ロゴなんか天使、そうそうセラーなんじゃ。そう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 、だからセラヤという名前になるために、そう、天使のロゴと元のハレリアの太陽のマークをうまく合わせるデザインも今後で作っていく。ああ、こっちにこっちも、あ、そうそう、セラヤ TC、 セラヤ TC もそうだね、取らせた。まあ、自分も静岡住みだったけど、まあ、東京にも引っ越すのが決まってて。なるほど、すごい急な。東京を主にしながらも専業 YouTuber です。あ、加藤社長、お世話になってます。あ、ご苦労ご苦労。どうですか、調子は？いや、悪くない。ご無沙汰します。うまくね、あの、手を取り合って、これからもマジック盛り上げていきましょう。頑張ろう。頑張りましょう。てってれー。はい、社長入れ替わりドッキリ。とんでもないよね、マジで。こんな何事かと思ってきたら、結構さ、外から聞いてた感じはさ、めちゃくちゃシリアスっていうか、上手っていうか、普通に、え、もう笑っちゃったりとかなしで？あ、笑わなかった。一切笑わなかった。おー、いや、危なかったと思うよ、実際。え、実際危なかったと思う。結構騙された。いや、セラヤって言うね。俺、外で聞いてて、外で聞いててめちゃくちゃ笑っちゃった。これ、ちょっとそんなことより、なんかラボが天使になるのか、ハリリア君になるのか、どっちなのか、ちょっと。それは天使でしょ、だって、セラサンタに入ったの。あんたら何してるの？仕事仕事ほぼ仕事してる。めっちゃ真面目に仕事してる。してたよ俺。いや、これも全てはマジック界を盛り上げるためやから。これじゃない。あの、ポンポコ宮本にはどのような役職をお授けだろうと考えたんですか？代表戸締まり役ぐらい。戸締まり役？代表戸締まり役。戸締まり役。ちょっと、ポンポコドア閉めてって。そうそうそう。めっちゃつって。じゃあ、お疲れ。閉じ込められるやつ。まあ俗に言うね、あの窓際の。あ、でもそれはいいと思う。閉じ込まれるやつ。閉じ込まれるだけでいい。入って、エアホーさんが閉ざった時どんな感じだったの？なんでエアホーさんおるやん。そんなん当たり前ですよ。そこに座って。いきなりモニターわー出されて、知らない。知らんの。あれやんと思って、まあ、なんでこれいきなりこうなってんだろうなるじゃないですか。汗のところでなんかね。すらで座ってて、お前何してんのってずっと反省してたからね。なんで俺なのって、ずっとこうやって助けることに全然こっち見てくんないし。はい、というわけでドッキリ大成功でした。ドッキリっていうかびっくりっていうかな。でも、はい、こちゃこちゃだよ。ということで、本日はトモハッピーと加藤英宝と、長谷部と代表戸締まり役のポンポコ宮本でお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。